本日はですね、日立の最新技術を活用し、お客様と共同でプロトタイピングを行うオープンラボを開設という件についてご報告をさせていただきます。このオープンオートメーションのラボラトリーは工場ですね、工場をたくさんお持ちのお客様とか、流通拠点をお持ちのお客様のところをいかに生産設備をですね、効率的に使うかとか、工場の中でもですね、それを最適に使っていくかというようなことを体感していただくようなラボラトリーとして考えております。お客様の生産システムの課題を人物設備連携の面から検討して、実際のものづくりの模擬現場をと、それからシミュレーターを活用して共に解決していくと。つまりはですね、サイバーとフィジカルの両方をですね、このラボラトリーに用意しまして、現場をこうどういうふうに変えていけばいいかということを体感できる場として活用していくという形でございます。それからシステムモダナイジングですけど、こちらはですね、古いシステムをですね、新しいシステムに公開していくということを、お客様と一緒に体感していくと。長年運用してきてですね、大規模システムの仕様がなかなか分かりにくくなっているとか、そういうことをですね、プログラムと利用状況をモニターすることによって見える化して、さらにお客様と議論を通じて次世代システムの仕様を一緒に作ってまいります。お客様のですね、リアルなデータをうまく使いながらですね、こういうことを一緒にやっていける場にしていきたいというふうに考えております。IoT の時代になるとですね、ますますセキュリティ大きな課題になってまいります。非常に多くの多様な機器がつながっていろんな動作いたします。そういう中でですね、お客様のですね、サイバー攻撃のリスク分析からインシデント監視までですね、いろんなところを一気通貫でやっていってですね、コスト効果最適化にしたシステムとして構築するということをやってまいりたいと考えております。お客様と議論しながら最適なセキュリティ対策を立案していくというようなことをラボで実現したいというふうに考えております。お客様やパートナーとの競争によってですね、新たな価値を創造していくということで、今回ラボラトリーのご紹介というふうにさせていただきます。